皆さんこんにちは、しょりちゃんのしほです。はい、というわけで今回はですね なんで笑ってんのというわけで福袋を2つ買ってきたので紹介していきたいと。ということで、何の福袋かというと、イングファーストの福袋でございます。私ぶっちゃけ言っちゃうと、イングファーストが大好きなんです。ぶっちゃけなくても前から言ってたよね前回も買っててめっちゃ良かったんですよ、去年ね。そう、去年なので、今年も今回も買ってきました。今年はりみちゃんの分も買ってきました。そうなんです、140切れるようになりまして、でかいので、ね、リミさんね、後ろから3番目なんですよ、並ぶと。私もめっちゃでかいんですよ。大きい2年生なんで大きい2年生と大きい4年生でございます、まあ、130がね、ベストだけど、140でも全然切れるぐらいのちょっとで、あとゆったりが大好きな子なんで、ぴっちりで、すごい嫌がるんだよね。そう、丈が短いとか、本当にね嫌いなんだよ ね。ゆったりサイズが大好きなんで、ちょうどいいです。そうなんです。で、今回中身が見えないんですよ。見えないんですよ、なので、前回もだよね、去年も中身見えなかったけど、そっか、今年も見えないです。そう、じゃあね、早速ね、中身を開けていきたいと思います。こっちがシホで、こっちがリミなんで、シホの方から開けていきます。はい、ということで、まず1着目はこちら、見てください、これ開けますね、1回。まず1着目がこちらの、こちらです。ベストだ。ベストでね、下もね、この色持ってるんだよね、イングファーストの。あー、似たような色。めっちゃいいじゃん、これ。なんかちょっとガーリー系、可愛いですね。これ中がさ、無地だったりすると白と黒とかでもいいよね、もっとガーリーね。今はちょっと黄色だけどね、黄色だから今ちょっと合わないんですけど可愛いですね。いいじゃん。次行きます。あ、いっぱい入ってるね。左から順に行きます。お、もうなんかオレンジっぽいよ。ちょっと開けます。見にくいのでカバン下に置きます。おい、ちょっとね、洋服をね、メインとして、こちらの上着でございます。なんか珍しくない、イングファーストで。イングファーストでさ、なんか明るい色は見たことあるの、スポーティーだし、なんかイングファーストってガーリーが多くない、でしかもなんかシホが選ばなくて、なんかめっちゃ新鮮じゃない、この色シホ選ばないじゃん、あんまり、ダンスとかにいいんじゃない、着ていくの。あ、確かにいいかも。なんか本当にしーちゃんガーリーの上着しか持ってないからさ、勝手にダンスの時とかやばくない。あ、いいじゃん、かわいいオレンジで、元気色って感じで、こうやってダンスを普通に学校でもいい気がするけど、いい、普通に、かわいい、目立つけど、目立った方が事故に遭わなくてよくない。通学の時しか着ないでしょ。着ない。そっか、目立っていいじゃん。目立った方が交通事故とかに遭わないし、友達も手振った瞬間わかるそういうとこ、あーって言ったらやばいやばい、これ次行きます。じゃじゃん、お、紫、ちょっとパーカーっぽいですね。開けてみます。福袋ならでは、パーカーじゃん。あ、でもシンプルじゃん、しおちゃんの好きな、かわいい。あ、かわいいです、これ。ほら見て、ほら、かわいい。普通に学校に着ていけるし、あ、着ていけるね。めっちゃシンプルなんでね。フードついてる。フードついてるよ。あ、紐もついてるんですか。紐じゃないんですか。こんな感じ、めっちゃ可愛いし、ポケットついてるの、ほんと好き、こういう感じの。これはいい、学校にいいね。これは本当に学校にいいです、丈がちょっと長めなの。長めだ。あ、いいじゃん、長めなんで、めっちゃ可愛いです。紫も普段選ばないんですよ、私。確かに新鮮。次いきます。チェック？チェックっぽい、アスカートっぽい。あげます。
見てください、この人。あー好きそう、形とかドンピシャじゃない？ドンピシャ好きだよね、その形ね。好き、あ、好き、もう好き。ほら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 、あ、ちょっと待って、もっともっと、ちょっとこれはちょっと前に見せる。ほらほら、このね、このね、このね、このチェックとかね、このちょっと薄いんですよ。ピンクじゃん、しかも。そう、見てください、ここピンクなんですよ。めっちゃ可愛い。ほら、このちょっとね、シワシワなのはしょうがない、福袋でちょっと入ってたからね。そう、畳んであったんで、うん、このね、ボタンとかチェックとかもう大好きなドンピシャですね、これは。次、いきます。こちら、可愛い、見て、もうピンクだ。ミルクアイピンクだし、英語だし、絵だし、もうミルクアイ可愛くない？可愛い、可愛い、可愛い、ミルクアイ可愛いって。これはね、あ、すいません。可愛いじゃん、可愛い。さっきのスカートに合うかな、ピンクだし。合うね、絶対合う。T シャツ、これトレーナーっぽい生地の、薄めのトレーナー、薄めね、ちょっと薄いね、でもトレーナーっぽい感じがする。中になんかさ、そう、中に薄めのレース的なものとかさ。あ、確かに。あ、そう、これ本当にシンプルなんで、レースあるね、黒と白両方でも、ほらここにね、白写ってて黒も写ってるんで、なんでも、やば、さっきのスカートとも合いそうだけど。待って、合わせてみますね、うん、ほら見てください、これ、うん、合うよね、うん、絶対合います、うん、好きです、この組み合わせ、うん、大好きです。今んとこ当たりじゃないですか。今んとこめっちゃ当たりです、ね、あ、あ、何？茶色系来ました。見てくだ、かわいい。あ、すごい、びっくり、開けた瞬間びっくり。ほら、あ、かわいい。あの、なんていうのこれ、タートルネック、タートルネックの、すごいタートルネックだね。腕がふわふわしてる、もこもこしてるやつです。ちょっと折ってみる、首んとこ、こうやって3回ぐらい。あ、いいじゃん、あ、かわいいんじゃない。ワンピースですね、うん、あ、かわいいじゃん、ワンピース。かわいい、これ手もこもこだし。へー、そう、ほんとにこれ、ほんとシンプルで、かわいいです。かわいい。いいじゃん。好きです、こういうの。あ、ラストっぽい、これで。ラスト、ラストいきます。お、黒。また上着。上着っぽい。すごい。上着が2個も入ってんの？やばいね。学校に選び放題じゃん。そうだね。わあ。黒でいい感じ。いい、今んとこいいよ。どうかな？いいじゃん、シンプルで、まさしく通学用だね。あ、でも普段着ても可愛いけどね。あ、ちょっと大きめでいいんじゃない？え、結構大きめだよ、これ。うん、今日着てみたら、じゃあ。かなり大きい、なんでだろう。なんでちょっと大きめのやつなのかな。他のサイズに比べて大きいね、ちょっと、ね、大きい。ゆったりめなんじゃない？あ、でも、あ、腕は普通だね。うん、普通。どう？まあ、ちょっと大きいかも、やっぱり、ほら。うんうん、あ、でもいいじゃん、かわいい、いいじゃん、いい、中にもこもいっぱい着込んでるさ、かわいいですね、これもかわいいね、これ、シンプル、シンプル、ここに文字が入ってる、うんうん、かわいい。ほら、当たりじゃない？うん、やば、当たりきた、めっちゃかわいいです、これ本当に。ここがね、あの、チャックとか ボタンになってんで、うんうん、そう、チャックだとさ、噛んじゃうじゃん、たまに、うん、いいよね、ボタンって、ボタンが好き。はい、というわけでね、リミノも買ってきたんで紹介していきますね。多分中身一緒なんですよ。一緒かな、一緒だよね。よ、あ、いや、違うかも。じゃあね、紹介していきます。まず1着目がこちら。お、違う、違うわ、ほら、わー、ちょっとリミちゃん、リミこれいるかな。あー、ちょっと開けてみますね、開けてみますね。しょうちゃん着れる、着れたらいいけど、140、うん、じゃあね、こちらなんですけど、めっちゃピンク。これ言っていいかな、リミの好き、一番嫌い色、嫌いな色ピンクなんですね。やばい、ピンクは着ないかも。ピンク着た、
これ多分四方行きかもしれないです、うん、可愛いけどね、ピンク好きなら可愛い。はい着れんじゃない、この服大好き、可愛い、うん、これはしほちゃん行き、ね、これはしほちゃん行き、しほちゃん、自分でしほちゃん。え、次行きますね、うん、お、これも違う、うん、これも違う、見て、もう見て見て、これ一瞬黒でさ、画面越しから見ると一緒に見えるでしょ、見てください、これ、これはもうこのボタンからすれ違うよね、ダッフルだ、ダッフルも入ってるんだね、耳切るかな、可愛い、紺色、あ、でもシンプル、シンプルで可愛いよ、あ、キュートじゃない、うん、ほら見てください、ちょっとこのコートしほちとちっちゃいから、しーちゃんにはちょっと無理かも、140はさすがに、腕がちょっと、うん、しほの方が長いかもしれない、しほちゃんもね、後ろから2番目でね、4年生でもでかい4年生なんで、そう、でかいんです、6年生とも交えても OK なぐらいなのでそうなんです、でね、でもいいと思う、めっちゃ可愛いんですよ、可愛い可愛い、コーンでね、シンプルでね、何の洋服にも合います、うん、この畳み方です、色的にはリミちゃんの好きな色だね、そうなんですね、さて後で見せてみましょう、見せてみましょう、次行きます、あ、このスカート一緒だ、あ、一緒だ、ピンク色のスカート出ました、さっきの、あ、ピンクだとリミちゃんのも出ました、本当にこのボタンが可愛くて、もう好き、はい、お、あ、リミは塩出ました、色違う、ね、リミピンク回避したじゃんすごい、すいません、見てください、色違いです、よかった、よかったね、うん、うんあ、これも一緒だよ、どうしよう、ほら、ほんとだ、これパーカー、さっきのパーカーです、これリミちゃんに好きそう、これリミね、ほんとに好きだと思う、こういうの大好き、ダブルって着れるやつが好きなんです、うん、こちらさっきと同じ、ね、さっきと同じなの、またまたピンクを回避、あれだってピンクだった、ちーちゃんベージュだった、茶色、あ、お、色違いっぽいね、これグレーだよね、グレーだ、ほらグレーっぽくない、これ完全的にタートルネックっぽい、うん、はい、全く色違いですね、違いですね、またタートルネックの腕がふわふわモコモコになってるワンピース、うん、ラストです、ラストか、こちら、おお、なんだ、あ、さっきのあの黒い上着、黒の上着のベージュ版、おお、色違い、前回色違いが多いね、ね、あ、いいんじゃない、でもそれ6,990円、え、それ6,990円もするの1個、うん、高っ、で、それが入ってるってことですよ、うん、ちょっと得じゃん、ほら、いいじゃん、あ、可愛いかも、これこの色も落ち着いてて可愛い、うん、明るい、明るい、明るい感じ、ほら、めっちゃ可愛いです、可愛い、きょうちゃんと色違いで着れるね、ね、着れる、うん、いいと思います、いいと思います、で、終わりです、はい、空っぽになっちゃいました、ね、その袋もなんか使えそうね、使える、普通に可愛い、これ今度ダンスのカバンにしようかな、うん、それでもいいかもね、こうやって別にリュックじゃなくてもいいもんね、そう思って、うん、久しぶりで、うん、あれ今日土曜日だよね、 あと3日したらダンスか、うん、一回年末お休みだったからね、そう、久しぶり、めっちゃ久しぶりって友達と会うダンスのね、ダンスのねはい、というわけでね、こちらはダンスのカバンにしたいと思います、はい、え、これ普通に学校カバンにも使えていいよね、あ、これ全部2つのお仕事にしようか、学校のお荷物がある時とかでもさ、バッチリ持っていける、いいじゃんこれ、で、肩にもこうかけてこれですね、いいじゃんこれ、去年の袋もマネキンに使えたしね、しっかりしてるよね、バッグがね、そう、うん、あの控えめなところがこうなんか一見なんかわかんないもんね、イングファーストのカバンかどうか、そういいと思う、これ普通のなんかこうバッグに絶対使えそう、使えるよね、うん、というわけで今回はね、イングファーストのね福袋を紹介してみました。
ね、本当に私が大好きな洋服ばっかで本当にね、イングファースト様様ですね。で皆さんもね、ぜひね、いいなと思った方はね、今度イングファーストに行って商品を見てみてください。シホめっちゃおすすめです、あそこ。それでは、バイバーイ。グミペア。3時だ、おやつだ。